んかやだな。まだまだあるぞ。サソリとサボテンに囲まれての戦いだ。サソリとサボテンってお前どことトゲがあるじゃん。ちょうど大日本プロレス来てこの辺りから盛り上がってきたかなっていう、お客さんも入るようになって、アイデア的にもかなりのヒット作じゃないかなと思ってますよ。この辺りからちょうど後楽園ホールにちょうど前にお客さん入るようになったんで、サボテンのトゲっていうのはちょっと触っただけの大変なことだったので、体で突っ込んだ本人の感想はどうですか。有刺鉄線とか画鋲っていうのはその人間がこう適当に作り出したものなんですけどね、サボテンのトゲっていうとちょうど、ね、その身を守るために進化してきた生物なんで、やっぱり違いますよね、一味。あと折れて残っちゃったりするんで、そういう点もやっぱり有刺鉄線なんかと違う痛みというか、後々面倒くさいですね、血ですね。試合中も残ったまんまトゲの痛みというか、試合中はちょっと忘れてましたけどね、後々もちょっとサソリもそうですけどね、後々残るデスマッチだったんで、